宇宙世紀 0080。1月1日、この日、最終ラインを突破した連邦軍と従軍の間に終戦協定が結ばれ、事実上、一年戦争は終結した。しかし、ジオン最高を目論むデラーズフリートの出撃に新たな戦火と火種が燃え上がるのだった。時に、宇宙世紀 0083、一年戦争の怨念は星の屑作戦によって佳境を迎える。ということで、今回はですね、ガンダムジェネレーション、一年戦争期、最終ステージ、こちらをプレイしていきたいと思います。星の屑作戦強行。スーパーファミコンのガンダムジェネレーションをプレイしてきていますが、今回はついに最終ステージになります。ガンダムジェネレーションはですね、シリーズ化されているもので、一年戦争期、その後はゼータガンダムが出てくるグリプス戦役、そしてネオジオン、アクシズの出てくるアクシズ戦記、そして、シャアの逆襲のシャアですね。これを主に描いた作品という形でシリーズ化されているうちの第1弾になります。早速プレイの方していきましょう。ステージ5です。まずモビルスーツなんですけども、これ一年戦争、バオア空戦を戦った直後の状態になっているので、モビルスーツ、機体としてはコアファイターとかですね、ジムとか、割と旧式のものが中心になってますので、一度、解体を進めてですね、最新鋭のものにマイグレーションしていきたいと思います。では、モビルスーツ、1機しか結局作れませんでしたけども、GP02、これを作りました。コストが1000を超えるものですね。で、それと、前回購入している GP01 フルバーニアですね。そして、ガンダムからクラスチェンジを行った NT1 アレックス。それと、支援機用としてガンキャノン2機ですね。あとは、移動力に優れた G ファイター。これをホワイトベースに乗せて、最終ステージ戦っていきたいと思います。ここは GP02 がアトミックバズーカ、核バズーカを放った瞬間ですね。核バズーカ1万ぐらいのダメージを与えるマップ兵器になっているので、ジムだとひとたまりもないですよね。サラミスも半分以上多分削られてると思います。せっかくなので確認しましょうか。サラミス。アトミックバズーカの直撃を受けて、ヒットポイント1万6000のうち5835まで削られてますね。サラミス3隻、どれも艦載機なし、搭載モビルスーツなしという状態で大損害を受けているという状態です。で、マップの方を見ておくとですね、対角線上に敵の本拠地が用意されています。で、敵の方ですが、今バズーカ撃った GP02、 あとはグアジンがですね、前回も戦いましたが、3万のヒットポイントを持つ化け物ですね。ここにゲルググとドム、ザクが搭載されています。それとムサイ、ここにはリックドムとザク、同じ構成でムサイが4隻配備されているという状態です。それとザンジバル、実際にはリリーマルレーンだと思うんですけども、リリーマルレーンにガーベラテトラ、ゲルググが2、ザクが2ということで、かなり強力です。一方、我々の方は今ですね、ジムをはじめ、多くのモビルスーツを失ったという状況になります。で、今回の戦い方なんですけども、これガチンコで真正面から戦っても正直時間ばっかりかかってしまって、前回のバオア空戦、実は裏で3時間以上プレイしています。同じようなことになってしまいかねないので、ここはですね、敵の本拠地をいきなり狙うという戦い方をしていきたいというふうに思います。では、発進させていきましょう。ホワイトベースを出撃。このホワイトベースは、先ほどご紹介したフルバーニア、GP02、アレックス、で、ガンキャノンが2、G ファイターが1という編成です。あと、このマップ用に用意されている、アルビオンですね。これも出撃させていきたいと思います。
サラミス部隊はちょっと敵とまともにぶつかっても勝ち目がないと思うので、一度引いてですね、塊を作りましょう。サラミスの壁、みたいなものを作ってですね、敵の部隊をそのサラミスの壁で迎撃します。で、このマップにボーナスとして配置されているアルビオン、ここにですね GP03 デンドロビームとかですね、強力なアー兵器が搭載されていますので、それで敵を食い止める。その間にホワイトベース隊が敵の本拠地を突くというね、そういう作戦でいきたいと思います。位置関係もう一度おさらいします。ここに味方の本拠地、ここから出撃したホワイトベースがこの位置です。で、アルビオンが今ここにいます。で、敵の主力部隊はここ、そして敵の本拠地が対角線上の一番端にありますので、ここに向かってホワイトベース、アルビオン隊を向かわせつつ敵の大攻撃を食い止めるという作戦でいきましょう。では時間を進めていきます。アルビオンはだいぶ敵の本拠地に近づきましたね。ホワイトベース隊は敵の攻撃に備えて部隊を展開しましょう。アルビオンを敵の本拠地攻撃に向けて、ホワイトベース隊で敵のね、ノイエジールとか主力部隊を迎え撃ちましょうか。ここにノイエジール、劇中ではガトーが乗ったものですね。で、エギウデラーズのいたグアジンがここにいます。で、グアジンには気をつけなきゃいけないのが GP02、 これがすでにいるので、GP02 エネルギーが失って一度退避してると思うんですけども、それが戻ってきたらですね、すぐに蹴りをつけないとまたアトミックバスーカを受けて壊滅する恐れがあるので、そうならないようにですね、 GP02 が戦場に出てきたら一番最初に叩きましょう。そこだけ注意ポイントになりますね。で、ノイエジルが次のターンで攻撃に入ってきますので、サラミスの壁でこれを防いでいきたいと思います。ノイエジールにサラミスで一度攻撃してみますか。5835しかちょっと残ってないので、下手したら撃沈されてしまう可能性がありますが、サラミスの2連装ビーム攻撃、これで1492しか与えられないとか、ヒットポイント25500、サラミスよりもヒットポイント高いですからね、ノイエジールの方が。で、ノイエジールの攻撃通り9000も食らうのか。これは危険極まりないな。しかもレベルを上げられてしまったっていうね。では、モビルスーツ隊を展開して敵の攻撃を食い止めましょう。ノイエジールをこれ以上進めさせない。あんまり敵にね、好き勝手やらせると味方の本拠地が陥落するっていうことにも、まあ、なりかねないいいですからね。ちょっとそうならないようにジムを展開して敵の進路を塞いでおきます。グワジンの砲撃ですね。これ回避でどれくらい減る？回避 67% 回避にかけよう。 G ファイターだと直撃を受けると死亡する可能性がありますね。防御でも良かったかもしれない。ここは残った。3400、半分削られましたね。ノイエジールのインコム攻撃、これは回避でどれくらい下がる？回避しても 100% 食らう。どうにもならない。防御しても無駄だろう、これ。まあ、何もできないですね。サラミス相手にさっき1万近く、9000いくらね、攻撃力与えてましたからね。お、でも防御したら1200残りましたね。これで壁を作って防御面を展開してる間に
しっかりとアルビオン隊で敵の本拠地を狙いましょう。ここは NT1 アレックスでガーベラテトラにビームライト攻撃ですね。この後アトミックバズーカ GP02 から発射したいと思うので、1万以下にまでダメージを減らしておけばね、撃墜可能かなというふうに思ってます。アトミックバズーカを撃った場合の射程を確認しましょう。アトミックバズーカを、まあ、仮にここで撃った場合ですね、こんだけの範囲にダメージを与えられて、今だとジムが2機3機かな、ジムが3機、ガンキャノンが1機、射程内に入ってますので、これ射程内から出しましょう。食らわないように。とにかく敵の数が多すぎるからね。アトミックバズーカを何発か撃って、ちょっと数をね減らしていきたいと思います。これでガーベラテトラ次のターンで撃沈可能かなと思うので、次のターンというか、まあ、今回ですね、アトミックバズーカ撃てば撃沈できるんじゃないかな。もう一回アトミックバズーカの攻撃範囲確認しましょう。ここでぶっ放した。あー、無事撃っちゃった。もう撃っちゃったよ。これジムが2機、キャノンが1機、アトミックバズーカーの前に残念ながら死に耐えたな。これはもうしょうがない、不慮の事故だと諦めましょう。ノイエジールがあと13000、ザンジバルがあと7800か。こっち側に展開してるモビルスーツ隊もね、ちょっと邪魔くさいんですよね。なんとかこれも排除しなきゃいけない。ただ排除するには、やっぱり GP02 でもう一回アトミックバズーカ撃つ必要がありますね。で、次のターンで、アトミックバズーカを撃てる GP02 が出てきてしまうと思うので、これちょっと要注意だな。届かないもんね。ミサイルパックでも射程の距離に入らない。いや、ここは敵を選別する方向に変えましょう。本拠地を狙うと言いましたけども、本拠地狙いじゃなくて、ここはやっぱり敵をね、GP02 の核バズーカーで攻撃していきましょう。ここで無罪を撃沈できれば大きいな。あと6955ヒットポイントが残ってますね。5404、ちょい残したな。デンドロビームマップ兵器持ってるんですけど、デンドロビームのマップ兵器は直進するマップ兵器ですね。アトミックバズーカーが、まあ、どちらかというと面攻撃というか範囲攻撃だったと思うんですけども、GP03 デンドロビームのものは直進する攻撃ですね。まあチャンスがあればそのマップ域も使っていきましょう。ガンキャノンで無罪を撃沈。この W83 デラーズ紛争の時の連邦軍の主力量産型モビルスーツって何だったんだっけな。ちょっとすぐに記憶が出てこないですけど、まあ、単なるジムではなかったんじゃないかなと思うんですけどね。もうゼータガンダムの時には、確か、ジム2が、ね、主力になってたと思うんですけど、この時はまだジム2じゃないのかな。ちょっと気になりますね。なんか神戸の知事か何かの公用車が2000万を超えるような車、公用車になってて、なんかね、批判を浴びてるってニュースを見ましたけど、まあ、ちょっと2000万はね、さすがにやりすぎかなっていう気はちょっとしますね。2000万の公用車に乗っておく必要が果たしてあるのかっていうね。
まあ、もちろんある程度のものはね、あった方がもちろんいいとは思うんですけど、それにしたってね、クラウンとか、その程度でもいいんじゃないのと思いますけどね。クラウンとかだったらね、今いくらなんでしょう、まあ、500万とかですよね。多少いいグレード、いいモデルにしたとしても。2000万のね、公用車に乗られてもなーっていうね。まあ、首相だったり大統領だったりって言ったらもちろん、その、まあ、テロ対策とかね、そういうものも含めて特殊車両とか特殊改造されたものである必要があるというのは、まあ、もちろん認識できるし理解もできるんですけど、どうなんでしょうね。僕の住んでる千葉県もね、森田健作さんが、まあ、次の知事選には出ないんじゃないかというような報道も出てますけど、まあ、知事にもね、しっかり、対応してもらいたいですけどね。では、ここでは、リリーマルレーンもどき、ここ、ゲーム中ではザンジバルと書かれてますけども、このザンジバル、撃沈していきましょう。で、GB02 はこの後、もう一度、核バズーカを撃つために、回復に回したいと思います。で、敵にね、アトミックバズーカをぶっ放していきましょう。ノイエジールのメガビームサーベル。これ、ジムで耐えられるのかな？防御して4240。防御しなかったら一撃で撃墜されてたかなっていうところですかね。で、敵はここで、無罪にモビルスーツ隊を戻してるな。で、向かってるその先は、本拠地のように見える。となると、本拠地がお外されないように、我々も本拠地のに戻る必要がありそうですね。GP02、これをホワイトベースに格納してエネルギーを充填して、もう一発、核バズーカ撃ちましょう。それで敵を殲滅します。では、ここに GP02 が出てきましたね。エネルギーも満タン。これを落とさないと。次は、再び核バズーカの餌食になってしまうので、潰しに行きましょう。全力で。ただ、ここでビームライフル一発でも撃たせたら、多分バズーカ、核バズーカ撃てなくなるんじゃないかな。アトミックバズーカーのエネルギー消費、むちゃくちゃ高かったと思うので、攻撃をして敵のね、その、まあ、いわゆるエネルギーを減らすっていう手はありかもしれないですね。アルビンは2連装メガ粒子砲で、無罪を撃沈しておきましょう。これで無罪を撃沈。あとはこの GP02 をどう始末するかだな。メガビームサベル切り合いを挑んでみましょうか。GP02 を捕獲する必要もないので、もう完全破壊でいきましょう。4110ダメージ与えて、残り3612ですね。GP02 のアトミックバズーカーの消費が70消費ですね、エネルギー。もうすでに、バズーカー撃てなくなってるでしょう。75あったものが63まで下がってるので、これで GP02、核バズーカーに怯える必要がなくなりましたね。次のターンまで持ち越しても大丈夫だな。ノイエが、残り13000。このグワジンが16000。となるとだ、次のターンで、核バズーカをまたぶっ放したいんで、敵の近くにホワイトベースを思い切って
向かわせましょう。で、全力でこのグアジンを仕留めていく。アメリカの大統領選挙ももうあと2週間切ってますね。まあ、今回は期日前投票が4年前の大統領選挙よりもはるかに多い。まあ、これもコロナウイルス感染症拡大の影響だとも言われてますけども、これによってもうほぼ今の状況で体制が消しているんじゃないかともね、報道されているようなんですけども、トランプさんなのかバイデンさんなのか。まあ、バイデンさんに関してはね、これもまあ報道によるとというところにはなりますけど、中国とズブズブなんじゃないかなんていう報道も出てますよね。特にバイデンさんの息子さん。本当にね、どっちが勝つのかで、まあ、日本も、舵取りが変わってくるんじゃないかなと思うんで注目はしてるんですけど、今年のっていうかね、今回の、アメリカ大統領選挙は11月3日と、現地11月3日ですね。まあ、あくまでも個人的にですね、あくまでも個人的にですけども、トランプさんになってくれたら嬉しいかなというふうには思ってます。まあ、少なくともね、トランプさんは中国に対して割と強弁なね、姿勢、強弁なメッセージ出してくれてますからね。バイデンさんの方はそのあたり、まあもちろん大統領という立場になかったので、中国に公式にね、まあ何かを言うっていう立場でももちろんなかったとは思うんですけども、それにしてもね、ちょっとその、報道とかでバイデンさんの息子さんがね、中国とズブズブとかっていう、報道を見たりするとですね、中国に対してどういうアプローチ、姿勢で臨むのかっていうね、ちょっと、まあ、日本人としては多少なりとも不安な感じをするんで、まあ、できればバイデンさんではなくてトランプさんになってほしいなっていうね、個人的には思いますけど、本当にどうなるかわからないですよね。まあ、日本の方にね、話を移してみると、まあ、どうやら年内の解散総選挙はもうないでしょうということのようなので、まあ、年内はね、もうこのまま菅さんが日本の政治のね、舵取りされるんだと思うんですけど、特にコロナウイルスでね、まあ、この冬再拡大の恐れありというところだと思うんで、まあ、なんとかね、頑張ってほしいなというふうには思いますけどね。で、今ここにグアジンが来てまして、残り6250。で、腹の中にはノイエジールと GP02 入れてる状態です。で、今コロニーに入っているので、これ次のターン持ち越すと回復されてしまいます。なので持ち越しされないように確実に潰しましょう。で、忘れないうちに出撃で GP02 これ出します。真ん中に入れる。これで確実に、ここに展開している無彩の部隊をね、潰しちゃいましょう。で、デンドロビームは、この後ですね、攻撃して、グアジンを撃沈しちゃいましょう。グアジンは、ザビ家一党、もしくはそのザビ家からの信任の厚い、上級士官だけがですね、与えられた超大型、超長大な航続距離を誇る大規模な戦艦になってるんですけども、これをね、デラーズが上官にして、デラーズフリーと名乗って戦ったわけなんですけども、まあ、さすがにね、この3万っていう恐ろしいほどのヒットポイントを持っている戦艦なんで、簡単には落ちないですよね。かつ回復されるとろくなことはないので、ここで確実に撃沈しておきましょう。ガンキャノンのキャノンで2000削れたのは大きいな。アレックスはもうダメージ蓄積しちゃってるので、一度母艦に戻したいので、母艦に戻すことを前提に、フルバーニアンを出して、フルバーニアンの格闘で仕留めましょうか。出撃した直後は格闘できないんだ。となると、ちょっと心配だな。アレックスはもう絶対戻さないと、次。
落とされてしまうので、入れて、ガンキャノンのライフルで、どうだろう、落とせんのかな。防御されるんだな。まあ、防御を選択してくるということは確実に残りますね。クリティカルヒットしない限り。1470。次で確実に落とせるな。そうか。ちょっともったいないな。こっちのフルバーニアンで落としますか。それともジムで落として、バーニアンは残っている敵のザクドムを攻撃したいかな。ビームサーベルで的中率47まで落とされるんですね、命中率が。かわされる。超巨体のグアジンにかわされる。グアジンはサラミスなんかよりもはるかにでかい機体ですからね。それがかわされると。最後の武器に選択したのはフルバーニアのバルカン。一番命中率が高かったこのバルカンで最後グアジンを仕留めました。これで中に入っていたノイエジール GP02、 これもね排除完了です。これ大きいですね。では残り仕留めていきます。 GP02 をですねエネルギーマックス状態で待機させていますけども、このままいけば核バズーカもう一発撃たずにですね終われそうですね。ここにいる無才撃沈すれば終わりになりますので、ちょっとこの無才を撃沈していきましょう。十分にここで無才撃沈できるかなと思います。 GP01 のビームライフルで3000削って、残りジム、キャノン、GP03、テンドルビーム、アレックス、さらにもう一機、GP02 も、GP01 も残ってるんで、これで攻撃していって、仕留めましょうか。で、この後の予定なんですけども、先ほどもお話した通りですね、このシリーズは、この後ゼータガンダム編、ダブルゼータ編、逆シャー編と続いていますので、一通りね、プレイの方はしていきたいというふうに思ってます。まあ、なんといってもね、ご覧いただいている通り、これもう、G ジェネのね、まあ、システムになった元のゲームといっても過言ではないと思いますし、ギレンの野望とかね、後のガンダムに通ずる部分すごく多くあるんで、まあ、やっていてやっぱり面白いですよね。で、まあ、一つだけ、まあ、注文というかあるとすれば、この戦闘アニメシーン、ここがスキップできるようになってくると、まあ、より、まあ、スピーディーなゲームプレイが楽しめるのかなっていう点はね、あるかなと思います。どうしてもこれ毎回絶対見なきゃいけないので、まあ、ちょっとそこだけ、まあ、多少の煩わしさみたいなものがね、どうしてもありますね。これで無才を撃沈、すべての敵を撃破できたと思います。ではステージクリアになります。
はい、というところで、1年戦争編こちらで終わりになります。次回はゼータガンダムヘッドでまたプレイをしていきたいと思います。